さ今日もね、えー、感想動画でございます。えー、前回ね、窓枠2の初値の感想動画アップしてたら、非常に、えー、ね、高視聴でありがとうございます。僕の感想なんて、その時たった数時間しか打たなかったんですけど、今日がっつりまた打ちまして、さらに色々追加という、なんていうかな。 え、意見っていうか、いろいろものがありまして、なんかネットに書かれてた、まず一つのちょっと気になる情報で調べきれてない部分あるんで、ちょっとこの情報だけ言って、皆さんぜひ Google で検索してほしいんですけど、まどまぎ 2mm と、まどまぎ2なんとかなんとかっていうものがあったみたいですけど、ま、今日、間違いなく今日売ったのが mm のまどまぎなんですけど、ま、そこでね、え、本日、売った台、 非常にチャンスゾーンの突入率が良くて、そして弱地の落ちも良くて、えー、そしてボーナスも最初はすごい良かったんですけど、えー、結局今日思ったこと一つ、えー、やはりこのマドマギ2の大、なんていうかな、ポイント、大事なポイント一つとしては、このボーナスの引くタイミングが一つと、あとクエストが楽しい。まずボーナスの引くタイミングに関しては、やっぱり、まあ、今ネットの情報全部載ってますけど、こう 引いたタイミングによって非常にこの何て言う音形が変わります。まあ、当然通常時だったらボーナスだけでそこで頑張って、えー、a テ t に突入しましょうと、えー、チャンスゾーンがついてくるとか、えー、そしてじゃあチャンスゾーンに引いたら当然 ART が確定するとかじゃあ a テ t 中だったら要はクエストのチャンスそして当然上のせもついてくるじゃあクエスト中に引いた場合は要は裏に行ったりとかで割る、えー、プリギの 時 <laughs> の夜に引いた時は、えー、いろんな特典もついてくるしそこでその、まあ、非常にセット数多いとかいろいろありますしそのやっぱりボーナスここで引けっていうパチソロらしいところレバー叩いた時にここでナビが出んなよそこでチャンス役引いて次のレバーオン叩いてそこでナビが出ないっていう。 ピピてて押した時に7がピッて止まるとかねこういったところがやっぱりね僕的にはこのパチ層として非常に面白いところです、えー、そこからですね実は今日は負けてしまいました前回の打った時は勝ったのでしかも結構展開良かったのでちょっと感想がやっぱりね勝った感想になったんですけど今回負けた感想で今回なぜ負けたっていうのは、ね、非常に分かりやすくてやっぱり ART の突入は非常に多かったんですが伸ばせなかったでもクエストは2回入ったりちょっと一撃で結局600枚ぐらい出たんですけどじゃあなんで伸びないかっていうと得点役ほとんど引いてないでまあその弱点の設定差とか、えー、スイカの落ちとかチャンス目の落ちは本来なら多分ね 感覚で言うと2、3セットに1回ぐらいはチャンスがかなり訪れてくるので駆け抜けてがっかりするんじゃなくて次こそ突入しやすいので次こそは特定役引きましょうみたいな頭にちょっと今日はできたので今後、まどマギ2は多分多分じゃなくてきっとたくさん打ち込んでいきますえー、でまあ今日打った場所なんですけど新潟県のスロットザップっていうところなんですけどそれがですね今日は初めて来まして 今日は非常に窓ぎが、えー、結構な台数19台ぐらいですかね20スローでそこで半分ぐらいが正直ものすごいいい動きしてて何人かからゴロ演出出ましたみたいな人がいましたし僕の隣の台も非常に良かったんですけど僕の台は多分ですけど動き良かったけど多分違うと思います隣のと比較すると トレの方が良かったんですプラス他の機種で言うと、まあ、バー v ズも1台がねカード2の台が、えー、100分の1ぐらい切ってたずっとバ v スでめちゃくちゃ楽しそうでしたそれに番長サラリーマン番長僕の大好きなね大東犬のシュなんですけどサラリーマン番長最近相性あんまり良くないんですけど今日見た感じで非常にいい動きしてて、えー、打たれてる台そんなに多くなかったんですが打たれてる人はかなり じゃんじゃんバリバリと出してたのでえ次行く際はそういったところが狙い目なんじゃないかなってちょっと今勝手にえ次行く時のね作戦考えておりまして実は今日行ってあんまりにもちょっと新潟いいなってなったしスロットザップさんもね非常に良かったし今月この動画10月アップしてますけど25日まて行きます 25日まで行きます。もし新潟の方がいてるんであれば、あのー、ね、スロットザブさんのね、本当に行ったら分かると思います。まずその、パーソナルシステム、僕初めて見たんですけど、えっ、ー、と、なんん、ファルコン X っていうシステムで、こう、コインがこう、台の、こっちからかなこっちからかなぐーっと来て、こう、本当に入り口のところに、メダルがその前にあるぐらいの勢いなんで、すごい手が汚れにくい。 えー、そしてその要はじゃんじゃん流せるようなシステムになってるしまあまた、えー、と今日は初めて行ってまだまだこれからちょっとね、まあ、25日を渡って、えー、攻略していきたいと思ってるし今日負けたんですけどまあ僕のことなんで大概負けますけど次行った時は勝てるきっと<笑><笑>と思いたい僕はね説得があんまりないんですけど。 次行った時は是非活かしたはいいと思います、えー、この動画とね、えー、もう一つ今から動画アップしますけど、今日実は窓曲2打って、打ったから、すごく気に入ったから、実は、えー、劇場版、前編、後編、両方とも見ましたので、その感想を次の動画でアップしたいと思います。それでは、グッバイ good night